今回紹介するのは「リチウムイオン電池が未来を開く」という本です。日本って素材力がすごいんじゃね悪くなき試行錯誤をできる国民性なんだろうね。これから世界を席巻するであろう EV のバッテリーとして現在事実上唯一の選択肢であるリチウムイオン電池の開発の5だ充電可能な電池。 二次電池で電解質に水を使うものは水を分解する電圧以上に電圧を上げられないという弱点があり、被水系の電池の開発が急がれていた事情があったように見受けられる。結論から言うとタイミングが良かったようだ。正極の材料としてリコ O 2が使えるという知見が出たり、負極として特別なカーボンが開発され、これらの知見を活かして。 1983年ないしは1985年にこの電池の原型ができたようだ。リチウムイオン電池には、丸1エネルギー密度が非常に大きいこと、丸2起電力が 4.2V と非常に高いことという特徴があることから、車載用蓄電池として広く使われていることは、ご承知の通り、最後、リスクマネーと悪魔のサイクル、 特許の抑え方、基本特許と積書特許の話もかなり興味深く感じた。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。